皆さんの周りには勉強なんかより楽しいものいっぱいありますよね。漫画とか SNS とかゲームをもっとやりたいなんて思ってね、ついついそっちに惹かれて、勉強を少し先に伸ばしても問題ないんじゃないかな、後でちゃんとやるから大丈夫じゃないかなってこう考えちゃう人いるんですけど、気をつけてくださいね。先延ばしに慣れてしまうと大変なことになります。いざ勉強しようと思った時、時間が足りなくなっちゃうんですよね。先延ばしにした分時間短くなってるんです。そうするとどんなことが起きるかというと、宿題とか課題、これ期限までに提出できない、こんなことが起きちゃいます。また提出したとしてもギリギリ間に合った、よかったと思っても、ただ穴埋めをしただけ、ね、答えを移しただけ、それで提出したって、でほっとした、間に合った、いやいや良くないですよね、それって何も身についていないんですよ。何のために課題が出たか、何のために宿題が出たか考えたら、やっぱり何か身につけるものがあったから、それを身につけるために宿題って出てるんですよね。